はい、皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。冬の間ね、風が強くてなかなかマビックミニを飛ばす機会がなくなってしまっていて、初心者の僕は練習ができない状態が続いてるんですが、マビックミニにはね、初心者の僕でもプロのような撮影ができるモードが用意されています。先日それを試しにやってみました。今日はね、そのご紹介をしたいと思います。で、それをですね、クイックショットって言うんですけれども、マビックミニには4種類のクイックショットが用意されています。ドローニー、ロケット、サークル、ヘリックス、この4つです。で、非常に簡単な設定で、あとは、ボタンを押すだけで、マビックミニが勝手に、撮影してくれる賢い撮影モードです。はい、ではね、その4つのクイックショットを簡単にまず説明していきたいと思います。坂本龍馬さんにね、被写体になってもらいます。まずドローニーから説明していきます。ドローニーは被写体を映しながらまっすぐ斜めに上昇していく、これがドローニーです。で、実際の映像はこんな風になります。設定方法です。撮影モードを選ぶところをタップ、クイックショットをタップします。クイックショットのメニューからドローニーを選択。左に出ているのはドローンが飛ぶ距離です。高度ではないことに注意してください。次にプラスをタップして被写体を選択。スタートを押すとカウントダウン後に撮影が始まります。2、1。撮影ボタンが赤くなってパーセンテージが表示されます。100% になると撮影を終えて元の場所に帰還します。クイックショット撮影中、緊急で止めたい場合は赤いボタンを押せば止まります。次にロケットです。ロケットは被写体の真上をまっすぐ上に上昇しながら撮影します。実際の映像はこんな風になります。設定方法はクイックショットのメニューからロケットを選びます。次に高さを選びますが、この高さは現在の高度プラス設定高さになります。高さは25メートルから40メートルまで選べます。スタートボタンを押してカウントダウン後に撮影が開始されますが、スタート時点での高さが 2.5 メートルですので、32メートルを超えたあたりで撮影が終了するはずです。3つ目、サークルですが、名前の通り被写体の周りをぐるっと回りながら撮影します。実際の映像はこんな風になります。設定はクイックショットメニューからサークルを選択。回転方向は下の黄色い矢印で選ぶことができます。3、2、1。回転半径はスタート時の被写体との距離で決まります。一周すると撮影を終わります。最後にヘリックス。
フェリックスはサークルとドローニーの合わせ技です。被写体を回りながら上昇していきます。実際の映像はこんな風になります。クイックショットのメニューからヘリックスをタップします。最大半径を選びますが、ヘリックスの場合は最大どれぐらい被写体から離れるかですので、その点注意してください。被写体を選択してスタートボタンをタップ。カウントダウンが始まって撮影が開始されます。一番撮影スペースを必要とする方法ですので、撮影の場合は周りの状況を十分に確認してください。撮影が終わるとまっすぐ元の場所に戻ってくるので、それも注意してください。以上、4つのクイックショットの撮影の仕方を説明しました。最後にクイックショット動画の生成の仕方を紹介します。生成ボタンをタップ。クイックショットで撮影したものにはそれぞれの撮影方法のマークがついています。今回は例として左上のヘリックスを選んでみます。タップするとクイックショット動画を作成するためファイルをダウンロードすると出てくるので、ダウンロードします。ダウンロードが終わるとクイックショットの作成が自動で始まります。で、この時にアプリがスピードを速くしたり遅くしたり、音楽をつけてくれたりします。最後にこのデータをスマホに残す方法です。右上のアイコンをタップ、右下の点点点を押すとこういう画面が出ますので、ビデオを保存をタップするとスマホにデータが残ります。あと、画面右下のハサミのマークを押すと編集画面が出てきます。このアプリの中でクイックショットの動画を編集することができます。このアプリでの編集方法に関しては、また機会がありましたら別の動画で取り上げてみたいと思います。今回は4つのクイックショットの設定方法、撮影方法、そして動画生成の仕方をお伝えしました。それではまた。